続いて立花さんテーマと質問へ手お願いしますはい発言時間は守りましょう、えー、自民党の岸田総裁に中国共産党の侵略についてお尋ねいたします、はい、中国からの侵略はミサイルなどの武器による軍事力の行使だけではなくお金を使って日本を内部から侵略していく攻撃もあります日本の土地を購入したり中国企業が民放でテレビ CM を流したり 最近では参議院議員の特定枠をお金で購入して、まさにお金の力で国会議員になろうとしている中国人もいます。そして先週末の投資討論で、令和新選組の山本代表が発言されたとおり、10億円出してくれるのなら、平気で議席を売ろうとする政党もあります。このような中国共産党によるお金を使った侵略行為、サイレントイベーションについて、 自民党としてどのような認識をお持ちで、どのように対応しようとなされているのか、ご見解をお尋ねいたします岸田さん、はいまあ。お金を使った侵略、あの橘代表、まあ、具体的にどういった点あの事件をあの襲ってい、えー、っておられるのか、ちょっと今、橘で詳細は。 この私は分かりませんが、少なくともそういった問題点に対して、さまざまな議論が行われてきたから、特定秘密法案の議論ですとか、あるいは経済安全保障法案の議論ですとか、こういった議論が行われてきたと思っています。いずれれにせよ日日中中関係これはは双方だけではなくして 地域や国際社会にとって、この安定は大きな影響を与える、まあ、こうした関係ですあの。主張すべきことは主張する、責任ある態度をしっかり中国に求めていく、まあ、これは大事でありますが、まあ、対話を重ねて、まあ、建設的で安定的な関係を,いを維持していく、まあ、こういった姿勢も大事ではないかと思っていま立花さん、簡潔にお願いします。はい ありがとうございますあの、まあ、中国人がです、ねまあ、日本の土地を買えるというのは、まあ、日本人は中国の土地を買えないわけで、これはまあ総合的にお互いが買えるのであればいいと思うんですが、こういったものをやっぱりしっかりと見直していかなければならない、また日本のテレビ局というのは、外資規制といって20、20%以上、外国の企業が株を持てないというのがあるんですが。 あ日本のテレビ局の CM に対しの規制外資の規制がありませんえまた参議院選挙の特定枠これは昨年前回から設けられておりますがお金による議席の購入の温床になりかねないということで NHK 等はこれを対策してまいりますえっと橘さんにお伺いします去年の衆議院選挙はゼロでしたね議席ね、はい、なんでだと思いますと言いますのはねだって国政政党でしょそれが一組織を 潰すために政党を作るっていうのは、私はね、これ邪道じゃないですか、これに対してどうお答えになりますかはい、あのー、これはもう、僕、びっくりしましたけど、今、あのー、橋本さんですかね、あのー、選挙制度自体をご理解いただけてない。 あの衆議院選挙っていうのは、最低でも3.1%以上の得票がなければ議席が取れない、一方で参議院選挙っていうのは、1.8%取れば議席が取れるという制度で、我々前回の衆議院選挙で議席が取れるとは鼻から思っておりませんでした、高々、えー、だか NHK という企業をです、ね、一本やりで攻めて政治を行うということについて、そんなことが許されるのかということなんですが。 許されるるから国政政党になってるんですよテレビは核兵器に勝る武器、テレビは国民を洗脳する装置、テレビはテレビにとって都合の悪い真実を隠す、まさに国民の多くがまだまだ少ないんでしょうけども、それでも100万人近くの有権者がそれを理解し、我が党に投票いただいた、今回の参議院選挙の結果をご覧いただければ、橋本様のご懸念も払拭されると確信しております。はい、えー、まず冒頭山本さんちょっと 嘘をやめてくださいねあの、3億円が相場だというのまでは、あオンエアされましたが、その後十10億円払っている人がいるなら、紹介してくれとおっしゃってました、我々他の8人の党資が証言、証人ですので、この件、私のユーチューブで後ほど詳しくさせていただきます。えー、そこで改めて自民党の北総裁に、金融所得課税についてお尋ねいたします。先日、ある大金持ちの方と意見交換させていただいたのですが、これ以上税金を取ら,れ取らないでくれ。 我々金持ちはすでに57%の税率がかけられている、えー、こんなに税金を取られているのに、岸田総裁は金融所得課税20%の税率を上げようとしている、そんなことをしたら、今度こそ日本から出ていくとおっしゃっていました。 大金持ちに高額の税金を負担させると、外国に移住してしまいます。結果として、日本国全体の税収が減ってしまい、貧困層への福祉サービスが低下してしまいます。私は毎日のように生活後受給者と電話で話をしていますが、マイカーを持ちたいという生活保護者の方が多いです。ぜひ、大金持ちが外国に逃げず、生活保護者の方の生活水準を上げ、マイカーを持てる日本にしたいのですが、金融所得課税について、岸田総裁の今後の見通しについて教えてください。 岸田さんあの金融所得課税については、まあ、従来から1億円の壁という言葉が使われるごとく、公平性において、えー、この現状、どうだと、どうだろうかという議論があります。あのそして私は、あ政権に就くにあたって、分配、まあ、成長と、成長も分配もと申し上げ、分配政策の重要性も強調したところです。そ、えー、そしてその際に、えー、と税等,等で えと公平性の観点から取ることよりも、よりこの子育て世代をはじめとする若い世代の所得を引き上げる、より多く分配する方に政策をまず優先するべきであるということで、まあ、賃上げ税制をはじめとするさまざまな賃上げ政策を この用意をしたまあ、こうしたことでありますまずこの政策の優先順位を考えなければならないまあ、金融所得課税については与党でまた自民党においてま税制調査会で議論を続けるという方針が明らかになっています議論は行いますが政策の優先順位は考えなければいけないこのように考えます立花さんはい、えー、ちょっとまあ相変わらず分かりづらい回答ですね、えー、ちなみにある大金持ちは えとは高、ね、田久美さんや浜崎あゆみさん、グローブでおなじみの ABEX の松浦会長のことです。まあ、今の回答だと、松浦会長、日本、このまま出ていってしまうんじゃないかなという不安を覚えます。やはり、お金持ちからたくさん税金を取るという考え方は、昔の考えで、このグローバル時代においては、お金持ちから税金をたくさん取っちゃうと、外国に逃げてしまうということをよく理解した上で、大金持ちも日本に残れるようなあ政策を進めていきたいと思います。 あのコロナ対策をお聞きしたいんですが、はいまあ、公約にあの外国人の観光客をもっと入れるべきだというふうに書かれてますね、はいえー、政府の水際対策はまだかなり厳しいというご判断ですか、えーまああのー、これからの、まあ、この円安に対応するのもそうですけども、やっぱり日本のこの観光産業というのは、非常に日本の経済を回し国には重要なものというか、すごい財産だと。 持っているんですねでコロナっていうのは、やっぱりどん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 確かに広がっているのは間違いないんですが、もう本当に弱毒化しています、あのもう2年以上経ってです、ね、コロナに感染をしてもです、ね、ほとんどの人はかぜ、まあのような症状で終わってしまうと、先日、私の顧問弁護士の方も、鼻水がちょっと出るだけで、まあ、コロナ陽性になったというようなところで,です、ね、それでも自宅で仕事をしろと、もういい加減してほしいと。もう もういわゆる完全に弱毒化されている状態ですので、コロナを特別扱いする状況ではない、であれば、もっともっと外国から観光人を受け入れて、ですね観光客を受け入れて、この円安のメリットを外国の観光客の方に味わっていただき、そして国内で働く方々ですね、特にコロナでホテルの関係者、こういうあの観光産業にダメージを受けていますから、もう一度、あの2年前の内地というか、ですね、まあ、観光での、 事の拡大を図っていいきたいと考えています最後にですね、えー、皆さんのそれぞれの党に、一番最初は奇跡の多いところでしたけど、今度は少ないところから始めたいと思います立花さんにお伺いします。はいあのー、先ほど、今回は参議院、当選出す自信があるんだよっていうおっしゃってました、私どもから見てると、党ができたときのほどの注目度はなくなってるんじゃないかなと思うんですが、<ー>そんなことないんですか。 はいもう今回の参議院選挙はもう当選者場合によっては二人三人までというようなあ自信がございます、えー、もう今日の youtube ご覧いただければと思いますしさらに明日夜上げる youtube をご覧いただければああ国民の皆さんが後驚くような ああまあ仕掛けというか、もう爆弾とあえて言いますが、用意をされております。これまでの政治とは違うね。手短に入ってまわれわれは、政治を国民に提供してまいりますので、2議席、3議席、いける自信がございます。ました